こんにちは、リプレイヘアデザインの店長ふみこと申します。今日は帽子をかぶってもとてもおしゃれに見える簡単なアレンジスタイルをこちら、キヌジョの 28mm のアイロンを使ってレクチャーしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まとめる前に先に手先を 28mm のキヌジョの、コテを使って、外羽に巻いていきます。外羽にワンカール巻いていきます。で、これはざっくりとランダムで大丈夫ですので、先が全部巻ければ大体で大丈夫ですので、分け取って巻いていきます。こんな感じです。で、毛先を先に外羽に巻いておくことで、まとめた時に後で、毛先の処理がしやすくなるので、先に外羽に巻いておきます。こんな感じで外羽にしました。どちらか片サイドに髪の毛を持っていきます。で、この時に、遅れ毛を残していきます。で、遅れ毛もここも好みで大丈夫です。顔周りともみ上げ、あとこちら側は、耳後ろも少し毛を取って遅れ毛残していきます。で、こちら側も顔周り残していきます。バームなど、ワックスなどをちょっと全体的につけてまとめやすいようにしていきます。きつく編んでいきます。シリコンゴムで、まとめて縛っていきます。三つ編みをした、編み目にくるりんぱを2箇所か3箇所入れていきます。2箇所か3箇所、そうするとこのようななんかランダムな動きになっていきます。引き出しをランダムにしていきます。この時も少しずつ引き出しをしていってください。横や後ろ前と意識して引き出しをしていくと、どこから見ても可愛いスタイルになっていきます。次は遅れ毛と毛先の処理をしていきます。巻く前に薄くバームなどをつけて巻くと、より、立体的なカールがの持ちが良くなります。先ほどの絹状の 28mm のコテでランダムに巻いていきます。ランダムに巻くことで動きもランダムに出るので、顔周りが立体感ができると小顔効果もございますので、ここは根元からランダムに巻いてあげるといいと思います。で、最後、遅れ毛はちょっと崩しちゃいます。少し崩して、で、こちらも動きを、最後また確認しながら仕上げたら完成です。バームやワックスなどをつけて、引き出したところを丁寧に整えていきます。帽子をかぶることで、おしゃれ度も増しますし、あとは、帽子をかぶる前提で、アレンジしているので、ここトップのデザインを考えなくていいので、とっても、時短になります。三つ編みと、くるりんぱですね。で、ランダムな動きが出るので簡単なんですけれども、凝ったアレンジに見えるスタイルになっています。顔周りも、フォワードとリバースで、ミックス巻きをしているので華やかさも増して、本当にとっても簡単なんですけれども、とてもおしゃれに見えるアレンジスタイルになっておりますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。